よし、じゃあ出発するか。あれどうやって、全域マップ、あ、これで選択で出発。はい、あ、もうマップどこでもね、マップ開けばいけるし、多分外に出ようとすると自動的に探索になるのかな。キャンプ設営地に向かう。クエストを受注せず全域マップからフィールドに出発すると探索になります。探索はクエストと違い制限が少ない。フィールドを、調査するのに最適な手段です。制限時間がない。何回力尽きても失敗にならない。達成条件がなく達成報酬ない。素材とかは持ち帰れる。モンスターは一定時間経過でフィールドから去ります。そうなんだ。キャンプの受付嬢に話しかける。メニューから探索期間を選択。全域マップから調査拠点を選択する。クエストクリアしてキャンプに帰還した際は探索に切り替わります。じゃあクエストクリアしたらそのまま探索できるんだ。はい、さあキャンプ地を探しましょうか。はい俺は先に候補地に行っているか。迷ったら生態マップでシルベムシに俺を追わせろよ。なるほど。クエストを受注せずに拠点の外に出る、それが探索だ。時間や力尽きる回数も無制限だからじっくり調査ができる。クエストや探索や周回エリアにいる。最大16人の中から4人までのプレイヤーとマルチプレイを楽しめます。同じ周回エリアにメンバーとは所在地に関わらずチャットでコミュニケーションが取れる。多くの任務クエストはクエスト途中からマルチプレイが可能になる。探索は進行が進むと解放。任務探索はマルチプレイを行うことができません。新しくクエストを受ける。参加最大人数。リーダーに承認されると参加できる。承認しなきゃいけないんだ。あ、そういうことか。自動で承認って。なるほど。なぜ急に、あ、そうか。なんかいろいろ変わってるね。チュートリアルがメニュー、なんもないや。支給品ボックス、こっちの奥ってなんかあるんですか。なんもないね。行き止まりか。じゃあちょっと探索しようかな。あ、入れる。5つの機能がある。ただしマルチプレイの時は分け合う気持ちを忘れずにって書いてあるね。支給品ボックス自分で全部取っちゃうとね、他の人の分なくなっちゃうから。
友も選択できるんだ。ここでは武器や防具の変更ができます。昨日より成長した気がするにゃ。かわいいな。アイテムボックスでは所持しているアイテムの整理ができます。アイテムポーチ、これいつでも補充できるのいいよね。これとかいらなくない？解毒剤、火薬庫、麻痺だけ、粉塵、ニトロだけ。これもなんだ？針の実。結構いらないの持ってた。空き瓶。あ、ソーセージもらってる。ニャーが。あー食べてる。かわいい。整頓が？あれさ。こんな感じか。アイテムボックス2ページしかないよ。よし、行こう。いや、行くぞ。道具の性能が上がる。いえ。なんかびっくりマークを。マークがね、2つある。ハテナって何？あ、大輪の花。え？アプトノスがめっちゃ逃げてってるけど、これ多分なんか来たんだな、ここに。調査員がいる。こっちもか。とりあえず調査員のとこ行ってみよう。あ、いたいたいた。あ、釣りしてるぞ。釣りの名人でもあるんだ。声かけよう。どうも。あなたはいかがでしょうか。ちょっと話しかけよう。ピンクパレックス。ピンクパレックスを捕まえる。あ、重要バウンティーだ。どうやって釣りするんだ。おお。あ、こっち。ん？釣りポイント。釣り道具を、あ、持ってるじゃん。R2 で投げる。全然見えないけど。あ、竿を動かせるな。丸か。おお、取れた。取れたよ。あのモンスターは危険です。あ、あれか。ナイスフィッシング。ナイスフィッシング。わかりました。え、これで終わり？ナイスフィッシング。まあいいか。もう一人なんかいたよね。ドスジャグラスじゃなくて、リーダーはこれ。おう。ちょっとこの人のとこ行ってみよう。あのリーダーの近くにもいたね。
たいた。こっちだ。獣人族学者。おや。おや。あ、テトルか。スミカを突き止めていただきたい。了解。なるほど。テトルの痕跡を。石ころ。テトルの痕跡なんてどこにあるんだろう。アイルートにいた。ああ、これか。テトルの痕跡だ。青キノコ発見。あ、あるある。テトルの落書き。雷光柱。あ、いた、いたぞ。テトルいたけど。旦那さん追いかけるにゃ。テトルが逃げた。ちょっとにゃ頑張って交渉して。こっちか。あれ、どこ行った。テトルが。上になってる。こっちか。あ、いる。あ、逃げられた。テトルさん逃げないでほしいにゃ。あ、なんだ、流撃の実がある。どんどん追いかけていけばいいのかな。旦那さん頑張れにゃ。テトルさんどうした。なんか虫かごって出てたな。なんだこれ、大輪の花がある。よし、ケット飛び降りるのかな。飛び降りよう。え、どこまで降り、あっちか。あ、なんか光ってる。あれ、いや、リーダーのところに行きたいんじゃなかったけど。あ、誰かいる。はじめまして。そうだそうだ。捕獲した生物バイハウス。あ、あれか、あの何にも素材も剥げなかったあの小動物たち。あ、あのウサギ欲しいな。森林始祖町。どうやって捕獲するんですか。あれかな、捕獲ネットで森林始祖町を捕まえる的な。それよりも、おお、なんかめっちゃ増えた。テトルさん、テトルさん、またあそこ登んないとダメかな。こっちだ。こっちだ。
ん？これ上？あ、なんか引っかかっ、なんか引っかかってる私。あっちか。捕まる。この上だ。そしてさらに上だ。あれ？なんとか町。捕獲ネットを構える。コバルトモルフをゲットした。これじゃなかったな。あ、テトルーさんがいるぞ。テトルーさん、そっと近づこう。おお、森の虫かご族、話を聞こう。かわいい猫同士、僕らと友達になってほしいにゃ。一員になりたいのか。そうだにゃ、旦那さんは調査団の有志にゃ。お前たちは森の道に通じてるし、足も速い、その資格ありそうだ。よし、我が森の虫かご族に迎え入れよう。ありがとうにゃ、ありがとうにゃ。この動画は我らが森の虫かご族の証をお前にやる。助けが欲しいときはいつでも頼れ、力を貸そう。やった、足止めの虫かご。へえ、虫かご族の罠師。仲良くなったテトルが一緒に、おお、一緒に来てくれんのこのテトル。やったー、やっとテトル。ということは、あんじゃな、一回このキャンプに戻って、あ、来てる来てる。で、僕重要なお話があるのにゃ。え？何のお話？あ、本当だ、なんかびっくりマークついてる。ジャグラスと会話する方法教わったのにゃ。へえ、すごい。こちら。すごいじゃん。あ、これで友達が、あ、待って、捕まえられない。これで友達が増えるな。あのウサギ捕まえたいな。まあ、また後でちょっと調整するか。で、あのおじいちゃんに会いに行って、あ、いた。え、いるけど、ここにテトルいるけど。え、この人何にもくれないの。テトルいますけどね、ここに。まあいいか。何にもなかったな、結局。キャンプが完成します。ん、何の依頼？納品依頼を達成するとキャンプが。なんとか町を捕まえろっつってたな。あ、そうか、これ徒歩で行かなきゃいけないんだな。採取スリンガー。おお、あ、こうやって変えられるんだ。こっちだ。ここにピン止めして。
ドスジャグラスが立ち去りましたね。これは捕まえらんないのかな。スリンガーで発生する音を利用すればモンスターの気を引くことができるぞ。捕まえらんないか。そうね、すぐそこの木にもいる。森林始祖鳥、こっちだ。すぐそこの木にいる。あれあれかな。届かない、届かないな。こっちに来た時に投げればいいか。来た来た来た。お、捕まえた。イエーイ、捕まえたよ。ありがとう。ありがとう。よし、これで OK かな。そしたらリーダー、あ、リーダー、リーダー以外もないよね。なさそうだな。環境生物、いたいた、こっちだって。この上でいいのかな。あ、あ、クルルヤック。かわいいクルルヤック。キャー石も積んだよね、クルルヤック。やつを放置すればキャンプ地が荒らされる。狩猟するしかないな。マジかよ。ふむふむ。モンスターやテトリや最終アイテムの場所を道しるべ、しるべ虫にガイドさせることができる。あ、ピン打ちね。探索ではモンスターの痕跡を集めただけではガイドが始まりません。ピンを活用しましょう。そうなのか。キャンプ設は命がけ。クルルヤッコ一頭狩猟するんだ。探索から拠点に戻るには生態マップの全域マップを開いて調査拠点を選ぶんだ。なるほど、これがクルルヤッコか。これなんだ、巨大な浮島。ガイド先に到達しました。なんだこれは。あ、落とせばいいの。落ちた落ちた。で、なんなんだ。あ、これができますよってやつか。よし、クルルヤックのとこ行こう。どんどん足跡を、どんどん足跡を、どんどん足跡を。レベル上がったかな、そろそろ。キャー、クルルヤック。
よいしょ。痛い。みんな行くんだ。てかと、あのジャグラスがいつの間にかいなくなってるから、やっぱ時間経過すると消えちゃうんだね。すごい悲鳴が。あー、岩持った岩持った。相棒、あのモンスターは、あ、待って、なんか来たな。あ、ドスジャガラスじゃん、アンジャナフが来た。あクルルヤック、クルルヤックが、嘘でしょ。パンパンか、あれかな、ご飯食べてなかったから。体力がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。注意してください。拠点やフィールドにある食事場では狩りに備えた腹ごしらえができます。ちょっと肉定食でも食べとこうか。うん、びっくりした。アンジャナフあんな強いの。ないな。これでクエスト、気をつけて、受けてることになってるな。こっちか。あんちゃん、あんじゃなふ、あ、いた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 、くるるやっく。あー、ケストドンがいるよ。あ、 V 破壊した。えい、V 破壊。あ、岩持ってる。これちょっと後ろから、後ろから叩かないとカキーンってしちゃうね。あれでもダメかな、鬼人斬り、鬼人斬りならいけるけど食らうわ。どうやったらあの岩を、あれ今の岩でガードしてたんかな。あー、岩が痛い。まさかクルルヤックに倒されるとは。クルルヤック、クルルヤック、ケストドンいるけど、いけるかな。よし、入った入った。まあ、あとちょっとじゃんこいつ。疲れてる。入った入った。入った。よし、乗れないかな。ギャー、あ、乗った乗った乗った、乗った、チャンスだ。耐える。見えない、何も見えない。あ、いけた。
おお、トロフィーゲットした。よし、あーこれ難しい。ダメだ、逃げられた。ピカーン。待て、クルルヤック。クルルヤック、クルルヤック。ああ、スタミナがない。落書き発見。あれ、食らわないな。あ、石持ってる？ああ、倒した。調査拠点に帰るぞ。あ、クルルヤックの痕跡か。あのリーダーは一切手伝ってくんないんだね、狩りを。こんなところに、こんなところにいっぱいある。あれかな、ここでクルルヤックを倒してテトルに会う感じだったかもしれないな。でこれ外して、一回調査拠点に戻ればいいのかな。調査拠点に帰還する。税金マップ、よし帰ろう。おお、レベル上がった。クルルヤックも足跡めっちゃ、あ、クルルヤックレベル2になってる。お友達の有効度だ。え、お友達有効度、お友達モンスターのレベルもあるんだ。へえ。すごいじゃない、すごいじゃない。あ、キャンプ立った。またね。キャンプどんどん立てない。あ、だいぶ不便だったもんね、さっきで。バウンティの報告をしよう。とっておきのがあるわよ。回復薬グレート、またよろしく。またよろしく。サイコロミートって多分食材かな。すごいじゃない、すごいじゃない。お、バウンティークリア。おー、食材が増えた。竜のテール、どんどんバウンティーが。配信バウンティーが追加。ドスジャグラス、アンジャナフ、飛竜衆。配信バウンティーあと7日。納品依頼の達成しとこう。これ。はい。で、あとこれか。
書いてある建材、あーさ、あの途中で見つけたやつ、見つけたとこだよね。なんとかの毛皮と竜骨台、必要数所持数どっちも持ってない。何もバウンティーの登録しとこっか。ちょっと待って、重要、あ、クリアしたのはクリアってつくのか。5頭、指定のモンスターを5頭狩猟。これあれだよね、多分倒すときに、いやこれ自動で、そうか、自動でセットはされてるのか。小型モンスター、大型も多分倒すだろうし、鉱脈をセットしておこう。でびっくりマークが増えてるな。ここどこ、これの上か。そういえばなんかあの配信じゃない、特典もらってない気がする。兄貴肌のご祈願。お疲れさん。お疲れさん。よろしく。よろしく。おお。なんか増えた。で、ちょっとマイハウス行きたいね。マイハウスに。あれ？流通エリアで。いいのか。あったあった、マイハウス行って、であの装備をちょっともらおう。あ、配置森林始祖鳥、あ、どっちかしか置けないのか。始祖鳥置いとこ。あ追加コンテンツ、わー、いっぱいある。あ、フェイスペイント、迷彩、今、あ、受け取り済み、これをもらって、全部もらっとくか。よし、でアイテムボックス、装備の変更、精霊の加護がつく、ありがたい。で、ちょっと装備変えようかな。オリジンめっちゃ強いじゃんね。オリジンメイル、オリジン、でも全部オリジンにすると、頭装備を、オプション、表示しないにすると、あー、いいね。
最初からコインすればよかった。これでだいぶ防御力上がって。攻撃レベル1。へえ。オッケー、セーブしようかな。一回やめ時が分かんないなこれ。はい、世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じる